さんこんにちは。マイ暮らしを楽しむです。我が家は一条工務店で家を建てて入居3年目になります。一条工務店の家は住み心地がいいです。しかしどんなに性能が良くても、どのハウスメーカーで家を建てても湿気がこもるとカビが生える可能性があります。今まで我が家にあるカビ4箇所を動画にしてきましたが、どんどんカビが見つかり、入居前から実はカビが生えていた場所もあるので、カビが生えていた場所を8箇所まとめて紹介したいと思います。まず入居してからのカビを発表していきます。1つ目は食洗機の正面の棚です。食洗機を作動すると蒸気が発せられます。その湿気がカップボードの棚をカビさせていました。特に食洗機から正面の場所は湿気がこもりやすいので、カビやすいものは置かない方が良さそうです。また除湿剤を置くことをおすすめします。棚の側面が我が家はカビていたので、外さなければ見逃していたかもしれません。2つ目はキッチンの包丁入れです。吹き切れていない水分がこもってしまっていました。簡単にプラスドライバーで分解できるので、カビが生えていないかチェックしてみてください。3つ目はカトラリーの棚の裏です。以前動画でも紹介しましたが、切れない水分がカビを発生させてしまっていました。小さな空間にはセリアで販売している小さなシリカゲルの使用をおすすめします。湿気を取り終わったものはピンク色になるので、使用期限が分かりやすいのが嬉しいポイントです。4つ目は階段下収納です。ここは我が家の間取りが大きく関係しています。以前動画でも紹介させていただきましたが、玄関ドアの正面であるため非常にカビやすいです。これからお家を建てる人は風通しの良い間取りの玄関にすることをお勧めします。これから扉を外し珪藻土を塗ることで湿気対策をする予定です。湿気対策してどうなったのかも動画にしてアップしていきたいと思います。5つ目はシューズクロークにする予定だった自在棚です。2年目点検時に無料で壁紙を全面張り替えしてもらいました。1畳のアフターの素晴らしさを感じます。本当にありがとうございました。ここも玄関からの湿気がすごく、今後DIY する予定です。扉を外して姿見をつけ、おしゃれな空間にするようにしたいです。こちらもまた動画にしてアップしたいと思います。6つ目はエコキュートの下横です。乾電池仕様のため室内にエコキュートがあります。バスルーム、ランドリールームから近く
湿気が流れ込んでしまっていました。またくぼんだところに設置してしまっていたため掃除がしづらくかびてしまいました。こちらは自分ではどうにもできないため業者さんに見積もりを依頼しております。約10万ほどかかると言われており、かなりショックです。今間取りを考えている方はエコキュートなどの大型のものは掃除のしやすさも考えた上で間取りを決めることをお勧めします。今は浴室換気扇をフルで使用し、洗濯物はサーキュレーターを使うことで湿気対策しています。安いのに威力があり気に入っています。備考欄に楽天ルームを載せているので気になった方はそちらから見てみてください。7つ目はお風呂のパッキンです。これは完全に私の管理ミスです。掃除を一工夫して手軽に掃除できるように今後工夫していきたいと思います。最後に入居前からカビていた場所を紹介します。そこは2階のトイレです。換気扇の上が外からの湿気を呼び寄せてしまっていました。一条標準の換気扇のスイッチは入室時、退室時などいつ作動するか選べます。今ではオフにしています。アフターがしっかりしていたので一条工務店側がカビを除去してくれました。ブリアールは天井が高いため自分ではなかなか高いところにカビが入ると掃除しづらく、アフターがしっかりとカビを除去してくださり助かりました。私が住んでいる場所は雪がすごいため、もしかすると風に乗って換気扇に入り込んでしまっていたのかもしれません。これから入居する方は新築の換気扇の上の壁をぜひチェックしてみてください。どの壁も早く気づき対処することで取り除くことができます。しかしカビは放置すると広がり、私たちの健康に害を及ぼす可能性が強くなります。なのでぜひ今回動画にした場所を皆様もチェックしてみてください。最後に誤解がないように言いますが、一条工務店の家は住み心地がいいです。今月床暖を初めてつけましたが、足元から暖かく寒い季節も快適です。しかし間取りを考える上で大切なポイントやカビの生えやすい場所を知っておくことは大切だったと私自身も感じています。普段は一条工務店のおうち作りに関する情報や100均収納術、DIY など暮らしに関する情報を発信しています。私の動画が少しでも暮らしに役立つ情報になっていると嬉しいです。今後またカビの生えやすい場所がどうなったのか、エコキュートの10万円かかると言われている場所が見積もりが来て、その後どういう施工をしてもらうのかなど動画にしていきたいと思いますので、チャンネル登録、グッドボタンで今後を
見守っていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。バイバイ。